岡義郎は、岡山県玉野市出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者、デイリー評論家、中学生になってから本格的に野球を始める。中学校では、野球部と陸上部を掛け持ちし、陸上部の試合で棒高跳びに出て、県記録を持っていた。岡山東照2年時の1970年に遊撃手として、夏の甲子園に出場したが、 二回戦で、滝川高校に敗れた。翌1971年の夏の甲子園に2年、連続出場。準決勝に進出したが、この大会で優勝した、東院学園の大塚清美投手に抑えられ、2から5で敗退した。同年秋の和歌山黒潮国体にも出場。決勝で、松本忠のいた、宝徳学園を破り、初優勝を飾る。 高校の一学年上のチームメイトに右翼手の森岡茂樹が同学年には控え投手で半球ブレイブ推理したケネス・ハワード・ライトがいる。1971年のドラフト会議5位で広島東洋カープに入団。一年目から遊撃手として一軍に上がるが、層の厚かった野手陣の中でレギュラー定着はできず、主に終盤の守備固めでの起用が多かった。 1979年の近鉄バファローズとの日本シリーズでは4試合に守備固めで左翼手として出場。第4戦では8回に打席に立つが立花の賢治の前に3日に終わる。1980年杉田久夫との交換トレードで南海ホークスに移籍。同年8月から中堅手2番打者に起用され20試合に先発出場を果たす。 1981年にはシーズン中盤に佐田岡佐明が欠場したため、主に遊撃手として35試合に先発出場。その後は手として守備固めや大走として起用された。1984年に金銭トレードにて阪神タイガースに移籍し、翌1985年限りで現役引退。内外やどこでも守れる守備のスペシャリストであり、 特に外野守備に優れ、1979年4月7日、広島市民球場での大半進戦で、掛布正幸の放った、本塁打成の打球をフェンスによじ登りもぎ取った、プレーから、平際の魔術師、守備の切り札の異名を取るまでに至った。江夏の21球の際も、守備固めで出場し左翼を守っていた。引退後は、 1986年から1989年まで、広島内野守備総類コーチ、1990年から1995年まで、阪神内野守備総類コーチ、1996年から1998年まで、阪神スコアラーを務め、1999年から2001年まで、ラジオ大阪の野球解説者を挟んで、2002年2003年に、 オリックスブルーウェーブ一軍外野守備総類コーチを、勤め谷義友の東霊王をアシストした。2004年から2008年は、広島二軍内野守備総類コーチ兼、大野寮の領長、2009年からは、現役時代1984年から2年間同僚で、信仰が深い監督、眉宮木信の下で、阪神一軍野市チーフコーチに就任し2011年、限りで辞任。 2012年からは野球解説者、評論家に復帰し、タイガーズ・ワイト3テレビジョン、デイリースポーツ中心に出演、執筆している。ありがとうございます。